らっしゃいませ。ありがとうございました。何見てんの。よう、めぐみ。浮かない顔だが、何かあったのか。あ、春日さん。あのね、いつもあそこでお金集めてた人たち、最近来ないんだ。ああ、そうか。お嬢ちゃん、ちょっといい？あ、募金のお姉さんとお兄さん。弟のために頑張りなさいよ。それじゃ。そういうことだから。じゃあ。そうか、ありがとな。今日も頑張ってるのね。募金してもいいかしら。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ俺はもう行くぜ。頑張れよ。はい。募金か。あまり深く考えたことなかったが、これからどこかで見かけたらまたやってみるか。本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。それでは。なんだあいつ。仕方ねえ、見ちまった以上なんか気になるし、助けてやるか。助けてくれ、誰か誰か。おい、大丈夫か。今出してやるからちょっとおとなしくしてろ。死ぬかと思った。いや、助かったよ。ありがとな。あんたそこで何してたんだ。
どうやったらあんな状況になるんだよ。別に俺は怪しいもんじゃないよ。ただのしがないホームレスさ。みんなからはしげさんって呼ばれてる。今はちょっと宝探しをしててな。宝探し？まあ、あまり大きな声では言えねえんだがな、このゴミ山にはなかなかのお宝が眠ってんだよ。それを取ろうとしたらハマってしまってな。こんなゴミ山にお宝だと？とてもそんなもんあるようには見えねえが。確かに表面的にはただのゴミ山だ。だがお宝はその奥に眠ってんだよ。例えばこんなもんとかな。へえ、高そうな時計だな。これ一つで100万の代物だ。100万？なんでそんなもの捨ててあるんだよ。ここ本当は何なんだ？どうもこのゴミ捨て場はヤクザ連中が処分に困ったものを不法投棄してる場所みたいでよ。いろいろ掘り返してみたら思ったよりも儲かっちまってな。おいおい、大丈夫なのかそれ。見つかったらいろいろヤバそうだ。心配いらねえよ。まだ一回も見られてないし、いらんもんだから捨ててるわけだし文句言わないって。そうは言ってもな、あんたもこの下に埋まってるものに興味ないか。多分あんたのお気に召すものもあると思うぜ。いや、俺はやめておくぜ。そうか、捨ててあるものなんだから遠慮なんていらねえのにな。それなら今日の礼ってことで俺が拾ったものを今度あんたに譲ってやるよ。そういえばあんた名前はなんて言うんだ。俺は春日だ。んじゃ春日さん、楽しみに待ってろよ。そんじゃまたな。あいつ本当に大丈夫なのか。なんか気になるし、また後で様子を見に来るとするか。それでは。
しいね。